皆さんこんにちは、エース代表岩月です。毎月のご支援ありがとうございます。3月の岩月通信はジェンダーについて話したいと思います。3月8日国際女性デーでしたね。私自身その女性の問題、ジェンダーの問題というものに問題意識を持ったのは学生時代にインドに行き始めて、やっぱりインドで本当にこうジェンダーに関するいろんな差別があることを耳にしたりしたことがきっかけだったかなというふうに思います。で今でもそれは残っている部分があって、エースのインドのプロジェクトでは女の子のための支援ということで、過酷なコットン畑での児童労働ではなく手に職をつけられるように職業訓練を15歳以上の女の子たちに提供するということをやっていたりしますけれども、かなりいろいろな面で改善がされているとはいえまだ根強くある部分があるかなと思っています。でそのような女性の差別という意味で言いますと、アフガニスタンもですね今大変厳しい状況にあるかなと思います。アフガニスタンがタリバンによって支配されるようになった後、当初タリバン政権は女の子に対しても教育を受けたり、それから職にきちんとつけるようにすると言っていたわけですけれども、ある一定年齢以上の子どもたち、女の子たちの学校っていうのは再開されないで、1年以上再開されないでいました。で、今は男女を分けて再開されたというふうにニュースで聞きましたけれども、そういった特に年齢が高い女の子たちの教育が完全にストップしてしまった時にですね、BBC のニュースを聞いてましたら、高校生の女の子が私はこれから大学に進んで法律家になろうと思ってたのにもう私の将来はないんだと、すごく本当に悲惨な気持ちで嘆いているインタビューを聞いて、本当にその女の子なのか男の子なのかというその差で人の機会が制限されてしまうということの不条理さを感じました。もちろんそういったジェンダー格差というのは日本にも大きくあって、ご存知の通りジェンダーの問題というのはジェンダーギャップ指数で見ても日本は121位と大変出遅れていると。で教育を受けるところまではかなり平等感が高いのにその後が大きな差があると。賃金もそうですし政治の世界でも女性が大変少ないというのが大きな課題になっています。それから女性に対する暴力という意味でもですね、痴漢というのが最近では犯罪だというふうに言われてますけども、もう私が高校生の頃なんかは電車で通っていたので、何々線は痴漢が多いとか、もうそういうのはしょっちゅうみんながこうそういう目に遭っているような状況だったかなと。それがなんかその社会の中で異常なことではなくそういうもんだっていうふうに、なんかみんな受け取ってしまってたっていうところがまたこの問題の根深さを表しているかなと思います。でこういったそのジェンダーをベースとした暴力というものの一つにですね、このセクストーションというものがあるのを皆さんご存知でしょうか。あんまり聞き慣れない言葉かもしれません。私自身も2019年に G20 サミットに関わる活動で C20 サミットっていうのをやっている中で初めて目にした言葉だったんですけれども、何かというと例えば炎上を行っている場でこういったじゃあ食料を配布しますと、でその食料を配布する代わりにこの食料が欲しかったら俺とこういうことをしろみたいにこう性的な利益供与を求めるというのがですね、こういったセクストーションにあたるんですけれども、これはそのいわゆるジェンダーをベースとした暴力とそれから汚職というものが掛け合わさったものなんですね。国際協力の文脈でもそういったことが問題になっていることが何度かあるんですけれども、今ウクライナがロシアに侵攻されて、周辺国に大量の難民が発生すると、で女性や子どもが逃げている中で多くの支援が入っていこうとしています。で戦争自体が本当に暴力そのものでもうあってはならないもの、本当にすぐにやめてほしいと思っているんですけれども、こういったその難民の支援とか援助の量が増えるほど、こう残念ながら今申し上げたようなセクストーションのような
腐敗や暴力の危険性っていうのも高まるかなと思っていて、まあ、そういうことをですね支援する中で引き起こさないような注意っていうのが私たち、援助側の方の配慮としては本当に必要だなっていうふうに思います。それから難民の増加というのは人身取引だったり児童労働というのも増える恐れがあります。児童労働の増加自体がショッキングなニュースだったんですけれども、こういったその紛争による児童労働の増加というのは、まあ、アフリカが児童労働を増加していることの背景の一つあって、なかなか難しい問題ではあるんですが、向き合わなきゃいけない問題だなというふうにも思っています。今起きているそういった暴力が止むことを祈るとともに、私たち自身がそういった暴力に加担しないために何ができるかということも考えていかなくてはいけないなというふうに思った3月でありました。以上、今月の岩月通信をおしまいにします。ご清聴ありがとうございました。